リーズガーデンの目玉企画ワールドスイーツアベニューがオープンしました。日本にいながら世界中のスイーツを味わえる夢のようなストリート。その中に安藤くんが日本代表として和菓子の夢月視点を変えて、そして私たちもまだ未完成のメインストリートにどんなスイーツショップを作るのか、誰がリーダーになるのかを決めるために、よし、これで準備は完璧よ。頑張ろうね、いちご。うん、イエーイ。1日交代の営業でトップバッターは天野だ。気合入れてけよ。いちご先輩、頑張ってくださいね。ありがとう、みんな。ま、どうせ俺が売り上げナンバーワンでリーダーに決まりだろうけどな。はぁ、その自信はどこから来るんだ。いいから手伝え。総理、俺はパス。今日はイチゴのスイーツショップなんだし、一人でやった方がいいんじゃないの。お前な。いいよいいよ、このくらいならなんとかなるし。呼び込み行ってくる。キッチンの掃除でもしてるよ。大丈夫かな、菓子のとジョニー。この前からずっと険悪な雰囲気だよね。一緒にスイーツショップをやっていくんですし、二人には仲良くしてほしいですよね。うん。いちごショップのデザインはこれで。よかったわよね。コンセプトは誰でも気軽に来られる田舎風の家庭的なスイーツショップだよ。えい、それじゃあみんな、スイーツマジックよ。 VTR チェンジ、デコデコデコレーション。これメイズたちがやったのか？イエース！メイズが一つだけオリジナルアイディアを出しておいたです。え、オリジナルアイディアって？ズバーリ、田舎といえば井戸です。え、井戸？ファンタスティック。日本の田舎、どの家にも井戸があると聞きました。そして夜になると井戸の底からパイ生地を焦がしてパートナーに縁を切られたスイーツスピリッツが現れては、パイ生地が1枚、パイ生地が2枚、パイ生地が、やっぱり1枚足りない。おーよよよよ、あーよよよよ。何やってんだ、お客さんだぞ。いらっしゃいませ。何にいたしましょうか。そうね、初めてのお客さんだ。買ってくれるかな。もし売れなかったらどうしよう。じゃあこのプリンとそっちのショートケーキを一つずつちょうだい。はい、かしこまりました。450円になります。じゃあこれで。はい、500円ですね。50円のお返しです。あのこんな外れにあるスイーツショップに来ていただいて本当にありがとうございます。
いいのよ、こんなところに可愛いお店があるなんて知らなかったわ。頑張ってね、お嬢ちゃん。いつまで浮かれてんだ。まだ売れたのはたった2個だけだろ。これからどんどん売り上げていかないとリーダーにはなれないんだぜ。うん、分かってる。この調子でもっともっと頑張るよ。思ったほど売れないわね。味に自信はあるのに、なんでかな。いちご先輩、ファイトです。時間はまだまだありますよ。俺と山岸が変わるから、お前は昼飯食べてこい。うん。ヘイ、いちご、ハングリーならこいつをどうだい。おいしい。これ中国の月餅ね。イエース、あっちのワールドスイーツアベニューで売ってたのさ。お前呼び込みしてたんじゃないのかよ。劇場したってさ、ランチタイムならイチゴも一緒に行ってみないか。本当に。まああんまり長居するなよ。じゃあ行ってくるね。 OK、 レッツゴー。カシノ先輩、二人で行かせていいんですか。なんなら私が後をつけてきましょうか。ダギチ叩いてないで働け。すごい人ね。ほんと飲み込まれちゃいそう。ちょっと待った。わあ、匂いがした。あ、さっき食べたあの匂い。あれ、あのショップだわ。月餅に甘栗、杏仁豆腐にマンゴープリン、中国のスイーツも美味しそうね。まだまだ色気より食い気なのね。花よりあんこで。それを言うなら花より団子だってば。あれ、こっちはバームクーヘンにシュトーレン、ドイツのスイーツショップね。これオーストリアのザッハトルテだわ。フランスもイタリアもスペインもどこのショップも大人気だね。ねえイチゴ、安藤のショップはどうなのかしら。あ、そうだよね。せっかくだからランチは夢好きのスイーツにしようよ。オッケー。確か千之助の店はと。押さないでください。列の最後尾はこちらです。すごい、一番の行列だ。それにしても大人気だな。ごめんね、いちごちゃん、ジョニー、全然人手が足りなくて。平気だよ。それにしてもすごいお客さんだね。うん、夢月本店の常連さんたちが安藤くんがお店を開くって聞いて大勢駆けつけてくれたの。へへ、老舗の常連さんか。あ、それでご注文は。そうだな、じゃあ黒豆大福10個。私はいちご大福10個とくず切り。俺も。ああ、二人ともお持ち帰りね。ノーノー、ここで食べるに決まってるよ。え。安藤くん、黒豆10個にいちご10個。ごめん小泉さん、大福5個ずつしか残ってない。今生地を作るから。安藤くん、抹茶ロール1つお願い。了解、もうすぐ焼き上がるよ。大丈夫かな安藤くん。わあ、数が足りないぜ。ごめんなさい、予想以上に売れたみたいで。お茶が来てないんですけど。はい、すみません。おい、いつまで待たせんだよ。はい、ただいまお持ちいたします。人が多すぎるっていうのも問題なんだね。まあ、せっ
沢な悩みよね。何日かすればきっと落ち着くです。いちご、今のじゃ満腹にならないよな。うん、まだ全然入るよ。遅い。何やってんだ天野のやつ。はい、ブラウニー召し上がれ。おいしい。シンプルな味付けでサクサクしてて口当たりもいい。でもこれってどこの国のスイーツだっけ。アメリカ発祥さ。え、じゃあここがアメリカのスイーツショップ。なんかどのスイーツも他の国のショップで見たことあるんだけど。その通りさ。俺が生まれた国アメリカ合衆国はちょうどこの町みたいに世界中から移り住んできた人たちが作った移民の国なんだ。だからアメリカのスイーツといえば他の国から持ち込まれたものばかり。このブラウニーとシフォンケーキ、それと綿菓子くらいかな。アメリカ発祥でそれなりに有名なスイーツは。そうだったんだ。日本には伝統を持つ和菓子がある。洋菓子だってとても繊細に作る技術がある。俺はそれを見習うためにここに来た。勤勉な日本人、お見事です。そして故郷に帰ったらこれがアメリカオリジナルだって世界に誇れるスイーツをもっともっとたくさん作ってみせる。それが俺の夢なんだ。ジョニー、ジョニーってただのチャラチャラした人じゃなかったんだ。すごく真面目に考えてるんだね。俺ってそんな風に見えてたの。いつだって真面目だぜ。カシノと喧嘩ばかりしてるし、とてもそうは見えないわよ。まことみたいに自分の考えを押し付けてくるやつとは馬が合わない。回転資金だってミアに出してもらえばいいのに。だから一人でやりたかったんだ。そんな、確かにカシノは口は悪いしドSで怒りっぽくてダメダメだけど、本当はすごくいいやつなの。全然フォローになってないわよ。いや、でもカシノが自分たちのスイーツショップは自分たちの力で作ろうっていう気持ち、私はわかるよ。カシノは大きな病院の跡取り息子なんだけど、自分の好きな道に進みたいからって両親の反対を押し切ってセントマリーに入学したの。へえ、あいつがな。だからこそスイーツショップのことでは誰にも頼りたくない。自分の力でやり遂げたいって心に決めてるんだよ。ちょっと不器用だけどカシノらしくて、私はそういうとこすごく尊敬してる。イチゴ、マコトのことを話すときは目が輝いているんだな。俺のことを話すときもそうなってくれるとハッピーなんだけどな。ちょっとジョニー、ドSが切れる前に全力疾走で帰るんだ。誰がドSだ。全く失礼なやつですわ。まあでもあいつはあいつなりに夢があるのか。ただのチャラ男じゃなかったみたいだな。なんだ。もう一つ、ジョニーが気になることを言ってませんでしたかしら。は？もう鈍感ですわね。乙女の勘だとジョニーはイチゴのことが気になってるようですわよ。この先もし二人の距離が縮まったらどうするんですの。全然売れなかったよ。大丈夫、まだ初日だしこれからお客も増えるわよ。カシノが考えたショコラティエも。いらっしゃい。わー、かわいい。っていうか超イケメン。あなたたちみたいな客に用はありません。お引き取りください。俺の味を分かってくれる客がいなかったんだ。そうそう、もっと質のいいお客さんが来てくれないとですわ。その次の日のレモンちゃんのオープンカフェも。いらっしゃいませ。美味しいスイーツにコーヒーはいかがですか。はじけるレモンジュースもありますよ。打ち合わせしたいんだけど中で食べてもいいかい。あ、すみません、中はまだ使えないんです。あ、そう、じゃあいいや。無念です。レモン、くじけないでし、次があるでし。そしてジョニーのデザインしたスイーツテーマパークも。Welcome everybody!
日本では受けが悪かったかな。今度はデザインチェンジです。アイデア勝負で頑張ったのに、お客が避けてたよな。いや、結局誰のアイデアもダメだった。これじゃあどんぐりの背比べだ。どうすればお客さんが来てくれるんでしょうか。知らなかった。ショップで物を売るのってこんなに大変なことだったんだ。はいはい、みんな元気出して。明日は学園で実習、明後日からは第二ラウンドですわよ。張り切って売らないと誰がリーダーになるか決まりませんわよ。そうだった、次はまた私の番なんだ。どうしよう。そういや、アンリ先生から預かった開店資金なんだが、このまま品物が大量に余って赤字が続けば今月中に底をつくかもしれない。それじゃオープン前に赤字で倒産ってことですか。オーマイガー、今すぐミアに資金援助を頼むんだ。そうです、ここはカシノ先輩が涙を飲んで小城先輩の生贄に。このショップはミアのもの、マコト君はミアのもの。だからマコト君はミアのためのスイーツだけを作って作って作りまくるのよ。誰が生贄だ、冗談じゃない。でも潰れてからじゃ遅いだろ。だからって誰かに頼っていいのか。みんなやめて。イチゴ、そうやって言い争っても話は進まないよ。みんなで協力して意見を出し合ってどうするか考えなきゃ。これから一緒にショップをやっていくんだよ、仲間なんだよ。それなのにどうしてみんなバラバラなの。すまない。ごめんなさい。ソーリー、イチゴ。とにかくみんなで協力していかなきゃ。何か参考にできることってないのかな。みんなで協力してっか。そうです、メイズにグッドアイディアがあるです。ショップ作りの秘訣は行列のできるショップに学ぶのが一番です。え、嘘、あんなにすごい行列だったのに。いらっしゃいませ。アンド、これは一体どうしたって言うんだ。それが初日は良かったけど、次の日からお客さんが一気に減ってしまったの。私たちの接客もまずかったし、品物が足りなかったのもいけなかったのよね。反省して次に来てくれたお客さんには喜んでもらえるよう頑張ろうって決めてたのに。本店の常連さんたちに頼っていちゃいけない。新しいお客さんを獲得してリピーターを増やすことが一番肝心だってことは僕も十分分かっていたんだ。でもここまでお客さんの入りが悪いとどうにもならないよ。商品を余らせて赤字が増えるより量を抑えて今の売り上げでもやっていけるようにしないと。安藤君。安藤、このところほとんど寝てないです。このままじゃ体を壊しちゃいます。キャラメル、しっかりするですわ。あなたが弱気になってどうするんですの。シュリさん、早速ですがランキングの途中経過が出ました。売上、接客ともにこの店舗が最下位。今のままではランキング最下位で1ヶ月後の閉店は免れませんよ。そんな、安藤君のショップが閉店の危機だなんて。